雨嫌やな。はい、橋本ブログ橋本です。今日はね、雨の日っていうのでちょうどこいつが戻ってきなかったんで、こっちか見えへん。あ、見えるか。時間調整式完結ワイパースイッチ、これをここにそっくり入れ替えたいと思います。それでは作業の方を進めていきます。用意するのは多分ね、プラスドライバー1本だけでいけると思うんですよね。で、まずここら辺に、ここの見えへんな、ちょっと待てよ。そうそう、こういう時のためにこれね、これもアマゾンでね、買ったんですけどね、シガーソケットに直接させるね、懐中電灯、充電式のこういうのがあると ね、見えるかな、見えるかな、ここ映ってるかな、ここプラスドライバーが突っ込んで、ネジを1本外します。これ撮影したからちょっとやりにくいんで外していきます。外そうか。同じように反対側にもね、ねじていってみます。うわ、このコネクターがどういう形、これ入れるのが難しいんちゃう。ここに出しても失敗かな。後入れにしよう。これ外してた。
という感じで完成です。ワイパーの動く感覚を見てみましょう。ほんまはカバーする前に動かすといけたら、これが一番早い状態、これ1段階完結。段階真ん中、だいぶ遅い。収めの時とかね、ほんまにあんまりワイパー動かしたくない、鬱陶しいっていう時あるやん。チャラパラパラって落ちか降ってない時、そういう時なんかにね、時間を長くしたいなとかっていう調整ができるんで、でこれ3段階目なんですけど、次4段階で一番長い時間、12、3秒ちゃうかな、実際のところはちょっとわからんけど、まあそんな感じで、ワイパーのスイッチ交換、時間調整式完結ワイパースイッチに交換っていうのはドライバー1本でできちゃいます。ネジも1箇所、2箇所、3箇所外すだけ。一番なんかわからんかったのは、別にわからんとこないね、普通にできますんで、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。だいたいね、Amazon でね、7000円から8000円の間ぐらいで純正部品として売ってます。型番とかはね、ちょっと詳しくわからないんで、概要欄にもまた書いとこうかな。うん。それでは、今回の動画はワイパーを交換したっていう動画でした。それでは次回まで、さよなら。